しばらくアイドリングさせてちょっとなんか馴染みとかブラシの馴染みもあるのかなと思ってやってるんですけど、特に変わらずで、一応これで、うん、でこれねバッテリーから取ってるからまあ大体正しい数字だと思うんだけど、一回こうやってねテスターでチェックしてみて、例えば実際バッテリー今マイナスにつなげて、もう一つはこのバッテリーのね直接バッテリーに電気がこう流れる状態を測ってるんだけど、今アイドリングで 12.6、 これはね大体同じなんですよ。で例えばこれでちょっと吹かしてみると今13以上出るんですよね。今が大体2000ぐらいかな、2000回転ぐらいで 13.3 ぐらい出るんですよ。でも3000回転でも同じぐらいです。だからねちょっとその辺も含めてまあ弱いかな、一応13以上は出せるってことは分かったんだけど、充電機能としてはちょっとまだ弱いなって思います。これが馴染みなのか、もっとその他になんか影響してる何かがあるのか、ちょっとその辺を見つけないといけなさそうです。だからとりあえずね2,3000 回転まで回れば、一応これではね電圧出ないんだよね、こうやって2000度、これ13超えてる、テスター上はね13超えるんだけど、ほらね13以上いくんだけど、なぜかこれではいかないんだよね。だからこれがなんかちょっと誤差があるのか知らないですけど、まあとりあえずはそんな風にこのメーター上とこのテスター上ではちょっと数字が異なるけど、一応 2,3000 回転まで回せばバッテリーの充電の電圧は一応なんか 13V ちょっと超えるぐらいにはなるんで、まあ充電できないわけではないかなって気はします。ただちょっとあんまり安心できる電圧ではないですけどね。ちょっと他の方をまたいろいろチェックしてみたいと思います。もう全然このギアがうーんってやっても全然上がんねえっていうのがなんか治ってるっぽいです。単純にオイルのこう馴染みなのか暖気問題なのかその辺は分かんないですけど、前回の全く一速からニュートラルに戻せないっていうのがなぜか知らんけど治ってます。これは原因は分かんないです。でまあその辺はもうこの辺の潤滑が良くなってきたとか、単純にオイル交換したばっかだからその辺の馴染みが足んないのかその辺は分かんないですけど、まあ、とりあえず良かったです。こっちギア系は解決したっぽいです。ただやっぱり一速からやっぱこうちょっとなんていうの踏ん張りじゃないけど、普通のバイクと違ってちょっとんっていう感じのちょっと踏ん張りが効くかなっていう、ちょっとんって言ってニュートラルに持っていくって感じで、だからちょっとその辺硬いことには変わんないです。じゃあそんなこんなで、うん、そうだね、あとニュートラルちょっと入れるの難しいねっていう、二速行ったり一速行ったりをこう繰り返すみたいな、ちょうど真ん中入れるのむずいみたいな感じで、ただ結局電圧がねちょっとねこれが前ですよ。で例えばこの状態で今がね多少アイドリングさせてあしたとこの電圧が今 12.5 だ、だいたい満充電が、まあ、もちろんこれ電気ついてるから完璧な満充電はないんだけど、だいたい 12.8 ぐらいには行っててほしいよね。バッテリー電圧はどんだけ出るのか分かんないけど、だ今もう結構これだけのアイドリングでもう70いってます。だ相当イオン高まるの早いなって感じです。実際これで例えば今バッテリーの電圧測ってどうなるのかとか、ちょっと待ってね、今こうしてバッテリー電圧ちょっと測ってみますけど、
まあ、メーター多分ね、このデイトナの電圧計多分 0.2V ぐらいずれんじゃねえかな。実際この状態で、ちょっと待ってくださいね。この状態で今ちゃんと充電できてんのか、例えばこうやって見えっかな、これでとこうだね。まあ、12ってやっぱ変わんないな、メーターとほぼ変わんないかも。見えるかな、こうね、 12.60。 まあ多少は変わるかもしれないが、さっき 12.4 とか言ってたっけ、待ってね。もちろん他の電気とかにも取られるから多少は下がると思うんだけど、まあ大体12点は誤差はないか。じゃあそんな誤差はないです。 0.1V あっても 0.1V ぐらいだと思います。じゃあ特に誤差はないんで、そこまで充電がよくできてない。一応満充電、ちゃんと充電器で充電すれば大体13着は出るから、そういう意味ではほぼ電圧変わってないってことは充電ができてないんだと思います。じゃあそんなこんなでね、やっぱまだまだ充電機構は解決したとは言い切れないんで、ちょっとその辺またいろいろ見直していきたいと思います。とりあえずギアがなんか調子良くなった感じで良かったです。あ、そこら辺はまた良かったですよね。もしかしたら乳化したオイルが多少の何かしらサビを発生させて、それがいい感じにこう擦れてってなくなってきたんだ。いわゆる錆びたところに、まあ錆びてない、錆びてたら嫌だけどね、錆びてたところにオイルが回ってって、多少のこの擦れがどんどん緩和されてって滑るようになって、ちゃんと切り替えがスムーズになってきたとかね。だからちょっとその辺考えられますよね。乳化したオイルが溜まってたってことは、ちょっとその辺も含めて動く機構にサビが発生して滑らかな動きしなくなるとか、それもあるかもしれないから、それがいい感じに取れて良くなってきたから、こうやってギアがスムーズに入るようになってきたのかなって、もう考えつくところはそれぐらいですね。はい、じゃあそんな感じでした。とりあえずギアが直って良かったです。で、あとはもう本当に発電系統なんだけど、高熱出てるとかそういうわけでもないよね。全然触れるレベルです。でむしろあったかいけど、これちょっとなんかおかしくないっていう温度ではないと思います。全然触れます。だからね、そういう意味ではここにほぼほぼなんて無駄な電気は発生、例えば電気が多ければ多いほど、その過充電が多いから、それ熱で発生するからめっちゃ熱くなるはずなんですよ。発電量あまりにも多いとね、これ自体はそんなに発電量多くないはずだから、だからあんまりこうあったかくないんだと思う。無駄な放熱するほど、だからこの熱に変えて捨てるっていう、捨てるほどの電気が発生してないってことだからね。じゃあそうですね、もともとのその発生してるものが少ないって判断して OK かもしれないです。はい、まあどっちにしろ解決できなかったんで、じゃあこれからまたいろいろ電気関係、この発電関係見直していきたいと思います。まだ気が早いと思いますが、スマホホルダーとかいろいろつけました。これはあくまで予備っていうのもそうなんですけど、あと夏場が来るんで、これからあの夏対策っていうことで、夏対策です。これなんでかっていうと、このケースってめっちゃ熱いんですよ。一応こうやってる時はこうやって、まあ充電するっていうのもあれなんだけど、上開けてんすよね。だけどこれすごい熱がこもりやすくて、例えばスマホによってはもうこの高熱になってるので冷ましてくださいみたいな注意が出てくるんですよね。なおかつめっちゃ熱くなると、スマホってバッテリーがなんていうのかな、死にやすくなるのか、例えば充電で 100% 近い充電があったのが急に 30% とかに落ちるんですよ。だからそういうのがあったりして、結構バッテリーに負荷がかかったりとかするんで、あとまあスマホの動作状況にも悪くしたりとかするんで、夏場はなるべくケースからしてここにつけるとかにして、だから一応こいつつけました。なんとかこう空冷させる、スマホを空冷させるためのものとかね、これに関しては結構がっちりつくんで、意外とこっちの方がなんかブレずに見れると思います。ただこいつの場合ね、もし万が一落下なんてすることがあれば、スマホとかになんていうの、このストラップとかつけてなんか吊るしとかない、こんな風に吊るしとかないと怖いんですよね。これはこういうところにこうストラップ2個つけてるんで、なんかアクシデントが、実際こいつとあのステーは接着してます。接着してるんで基本的に取れることないんだけど、万が一何かしら外れることがあったら、こいつがまあなんていうの、ストラップに引っかかってくれて落ちないとか、まあでも上開いてるから怖いけどね。まあただこいつ自体結構きっちりこう閉まってるんで、スマホが滑り落ちることもないんじゃないかなとは思います。まあ実際これ自分ね、最近スマホ変えたんで、古いスマホを地図代わりにしようと思うんで、最悪落としてもまあいいっちゃいいけど、ただアカウント使ってるからね、拾われて自分のアカウントで何かされても困るから、まあよくは落としてもよくはないんだけどね。まあ結果的にとりあえずね、熱対策ってことで、ここのまあ雨対策にもなるんだけど、このスマホケースとこの外出し用のスマホケース両方つけました。なんでこういうのも夏場とかにおすすめだと思います。雨降ったらもうしゃあないんだけど、まあただやっぱりもうこのケース内はもうめっちゃ高熱になりますから、それも含めてこうやって外につける用も、まあもしくは予備ステーとして持っとくのもいいんじゃないかな、で持っとくとかつけとくのもいいことなんじゃないかなって思います。